エルサレムで、ヒゼキヤ王から送られた三人の死者に対して、降伏を勧告する、ラブシャケ、ウィリアム・ホール作。ラブシャケは、宮廷の交換で、古代メソポタミアの諸国、アッカド帝国や、アッシリアやバビロニアの宮廷で、大臣や、借人の長に相当する。第一次世界大戦中には、アッシリア人の軍の階級として用語が復活した。ラブサクは、アッシリア語で、 尺人の長を意味する。もともとは、宮廷の役人だったが、ラブシャケは王族の護衛隊長となった。時と共に、さらなる軍事的な役割が付与されるようになった。アッシリア王ティグラトピレセル3世の建てた建物の、碑文には、私はティルスに、我が神からブシャケを送り、金150タラントを受け取ったとある。大英博物館に所蔵されている、粘土版には別のアッシリア王。 アッシュールバニッパルが、私は、我が軍勢に加わるようにとラブ社系や全ての総督や王たちに命じたとある。旧約聖書では、アッシリア王セナケリーブが、タルタンとラブサリスと一緒にエルサレムに派遣された、ヒゼキア王園。彼が、町の北側の壁の近くに立って、王の使者及びエルサレム市民に、ヘブライ語で幸福を勧告する演説は、 別大きか18時27分37といざや書36に20で引用されている。この場面でラブシャケはアラム語で話すように求める死者に対して私の死君はあなたの死君とあなたにだけでなく城壁の上に座している人々にもこの言葉を告げるために私を使わしたのではないか。王が18時27分と言っており、 ヘブライ語が使えることが理由で選ばれたことがわかる。ステファニー・ダリーはこれについて、ラブシャケの母親がアッシリア王に課したユダヤ人の王女だったからとしている。この記事には現在パブリックドメインになっている。次の著作物の文章が含まれている。イーストン、マシュー・ジョージ、ロブシャケイ。イーストン、エス・バイブル・ディクショナリー、ティー・ネルソン・サンズ。ありがとうございます。